はい、マークとラッキーです。今回はアンチャーテッド4の武器解説をやっていきたいと思います。今回は、待って。はい、キャリガンですね。はい、こちらの武器、中距離オフロードライフルとなっております。まあ、前半ね、これ、初見プレイだったかな。初見プレイというかね、一番最初に、この武器を使った時の試合です。まあ最初の試合は良くて、その後3試合やったんだけど、なんかどんどんね、成績が悪くなり、一番最初の試合になると。だからね、打ち方とかがね、微妙です、ちょっとね。まあでもあれかな、基本的にタップ打ちが強い、まあ、中距離用なんでね、基本的に、はい、となっております。まあ性能とかね、カスタム見ていきましょう。じゃあ最初性能の方から見ていきますか。反動軽減、命中率、ダメージ、射程、発射速度か。ね、ダメージがかなり低いですね。まあ、メイン武器の中だったら最低ランク。P90 だとか、に近いぐらい。まあ、P90 がサブマシンガンで近距離メインなんで、その分の発射レートでね、レートでね、カバーできるんですけど、こいつの場合は中距離用なんでかなり厳しいで、中距離で撃っても5発ぐらいでやれる感じ、5発でもやれないっていう感じなのかな。だからそこら辺がちょっと厳しいかなとは思いましたね。でね、反動軽減だったり命中率基本的に高いです。射程も遠くまであります、まあ、中距離用なんでね。で発射速度まあまあありますけど、やっぱりそれでも厳しいものはあるかな。あと言ってなかったね、今回シアターですね、録画してなかったんでね、シアターで見ることになりますね。まあでもいいよね、これ、まあ、敵がちょっと見えるけどね、つけてね、つけるっていうかね、マップでもね、まあ全然いいよね、これでもね。はい、というわけで、あとね、武器ので言うと、一番近い武器の、なんだろうな、性能を出すとですね、M4 ですね、これも追加武器になるんですけど、中距離用フルオートライフル、まあ同じなんですけど、まあ、これにかなり近いですね、全てステータス見てみても。だから、まあ、まあ出すなとは言いませんけどね、もういい加減ね、いいんじゃないみたいな、名前変えただけでしょみたいな、本当にこれ出せるかな、多分編集で出してると思うんだけど、キャリガンと M4 はほとんど性能は変わらないですね。まあ、出すなとは言いませんけど、はい、だからね、まあ、今回どのくらい増えたんだろうね、DLC だけで言うと、10個以上は出てますね。この先どうなるんですかね。もういい加減次の DLC は来ないと予想しているんですけど、まあ次来るのはまあ新作だからね、まあそこら辺はいいわ、はい、という感じです。次、じゃあカスタム装備セット見ていきます。メインには、キャリガンを置いて、サブにね、フォッサ R81、 まあフルオートマシンピストラだっけな、ここ良かったね、反応遅れだけど、ここをエルドラドを使ってダウン KOKO ダウン KOKO みたいな、結構良かったね。結構この試合的にも一方的になっちゃったっけな、どうだったっけ。まあ自分的にも良かったんでこれにしましたけどね。でフォッサにサプレッサーつけております。まあでもこの回の試合でサプレッサーは生きなかったけどね。まあこの武器自体近距離がかなり弱いので、まあフォッサに頼ろうとしたわけなんですけど、まあ言うてそんな疲れなかったね。でサブつけるとコストが4になりましたね、結構でかい、ね。で、秘宝にエルドラドの怒り、コスト5ですね。で蘇生パック、まあ珍しく蘇生パックつけてきました。まあその分ね、蘇生術ついてないんですけど、はい。でブーストが、屈強な体レベル2、マーキングレベル3となっております。とってもコスト5ですね、まあ、屈強な体はもうどこにでもついてるって感じですかね、常にあります、はい。
マーキングも常にありますね。もうなんかね、ここら辺がだから武器によって変えるっていうことを基本的に僕はしないので、だからおすすめはできないよね。これは本当に個人のなんだろう、好き嫌いだからさ、僕は基本的に復強な体、マーキング、蘇生術、この3点セットがあれば基本的にはいいと思っています。はい、みたいな感じですけども、やっぱかなり一方的になっちゃってるのかな。あと数分ですけども、まあここら辺でまあ解説は終了ですね。はい、まあ次回あたりになると、GX39 っていうのかな、2点バースト、これも新しいよね。まあ次の動画で話しますけども、といった感じになっております。まああとはね、プレイ動画を見ながらやっていきましょうか。あれだね、これで見るとレティクルがないんだね、だからなんかそんなにわかんないけどね、多分レティクルついてたらグワングワンしてると思うね。感度が合わなかったりしててね、でやっぱりね、何が苦戦したかって中距離なんだけど、やっぱダメージでね、一番思うのがやっぱダメージ、これ M4 の時も言ったんかな、ダメージかなり低いんで、やっぱりやりきれるとこはやりきれない、本当に5発だから、撤所で3発ぐらいなんじゃねっていう感じだからね、まあ、難しかったね。なんかさ、武器見てみるとなんかサイトみたいについてる気がするんだけどさ、これ覗けなかったよね、確かね、緑っぽいサイトみたいな、サーマルみたいな、使えなかったね。そこなんか使えると思ったんだけど、ほら緑っぽいな、サーマルっぽいな、ね、どうでもいいか。でここで、ダウンで、で味方が確かね別の方で受け入れてくれると、それだね。でこれね、スコア出ないんでここで見せます。あれ、はい、というわけでなんかスコアが出なかった。え、なんか前見たらね、出たんだよ。というわけで何とも言えない終わり方ですけども、これで終わりにしたいと思います。というわけで、ラッキーでした。チャンネル登録、コメント、評価お願いします。 I'll be back。